皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。今回の動画は私がただ単純に気になることを調べた動画。2024年夏の甲子園大会ベンチ入りメンバー、地元の中学校出身者はどのくらいの割合か。現在開催中の全国高校野球選手権大会においてベンチ入りしている49代表校980人の出身中学校を調べ、各代表校ごとに地元出身選手の割合を算出しました。なお今回の動画でいう地元選手とは、各代表校が所属している都道府県の中学校を出ている選手と定義しています。果たしてどのような結果となるのか、それではスタート。北北海道代表、白樺学園高等学校 100%。 南北海道代表、札幌日本大学高等学校 100%。 青森県代表、青森山田高等学校 75%。岩手県代表、花巻東高等学校 90%。 宮城県代表、清和学園高等学校 90%。 秋田県代表、秋田県立金足農業高等学校 100%。山形県代表、鶴岡東高等学校 5%。 福島県代表、聖光学院高等学校 40%。 茨城県代表、霞ヶ浦高等学校 65%。栃木県代表、栃木県立石橋高等学校 100%。 群馬県代表、高崎健康福祉大学高崎高等学校 10%。 埼玉県代表、花咲徳栄高等学校 25%。千葉県代表、木更津総合高等学校 40%。 東東京代表、関東第一高等学校 45%。 西東京代表、早稲田実業学校高等部 35%。神奈川県代表、東海大学附属相模高等学校 30%。 新潟県代表、新潟産業大学附属高等学校 95%。 富山県代表、富山県立富山商業高等学校 100%。石川県代表、小松大谷高等学校 85%。 福井県代表、北陸高等学校 75%。 山梨県代表、日本航空高等学校 10%。長野県代表、長野日本大学高等学校 95%。 岐阜県代表、岐阜県立岐阜城北高等学校 80%。 静岡県代表、静岡県立掛川西高等学校 100%。愛知県代表、中京大学附属中京高等学校 75%。 三重県代表、三重県立菰野高等学校
50%。 滋賀県代表、滋賀学園高等学校 5%。 京都府代表、京都国際高等学校 25%。 大阪府代表、大阪桐蔭高等学校 35%。 兵庫県代表、報徳学園高等学校 75%。 奈良県代表、智弁学園高等学校 35%。 和歌山県代表、智弁学園和歌山高等学校 35%。 鳥取県代表、鳥取城北高等学校 35%。 島根県代表、島根県立大社高等学校 95%。 岡山県代表、岡山学芸館高等学校 60%。 広島県代表、広陵高等学校 60%。 山口県代表、山口県立南陽工業高等学校 100%。 徳島県代表、徳島県立鳴門渦潮高等学校 90%。 香川県代表、英明高等学校 65%。 愛媛県代表、聖カタリナ学園高等学校 35%。 高知県代表、明徳義塾高等学校 15%。 福岡県代表、西日本短期大学附属高等学校 80%。 佐賀県代表、佐賀県立有田工業高等学校 95%。 長崎県代表、創成館高等学校 10%。 熊本県代表、熊本県立熊本工業高等学校 100%。 大分県代表、明豊高等学校 30%。 宮崎県代表、宮崎県立宮崎商業高等学校 100%。 鹿児島県代表、神村学園高等部 35%。 沖縄県代表、興南高等学校 95%。 最後に都道府県別地元出身選手の割合を色で分けてみました。首都圏と関西圏で割合が低くなる傾向となりました。また公立高校と私立高校では結果に差があることが分かりました。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。